姉崎双子塚古墳は、千葉県市原市姉崎にある古墳。形状は、前方後円墳。姉崎古墳群を構成する古墳の一つ。千葉県指定史跡に指定され、出土品の石枕は、国の重要文化財に指定されている。養老川下流砂岩、標高5メートル前後の砂底上に築造された、大型前方後円墳である。姉崎地域では、 大型前方公園墳数基を含む姉崎古墳群の築造が知られ、本古墳はそのうちの一基になる。周辺では宅地化が進み、東側の墳球、周校は良好に依存するが、西側は宅地化により一部改変を受けている。これまでに数字の発掘調査が実施されている。墳形は前方後円形で前方部を南西方に向ける。 噴球は三段築生で、噴球長は原尊103メートルを測る。噴球表面では、中段、下段で円筒派には列が認められており、噴上部でもその存在が推測される。また、噴球周囲には縦型修行が巡らされている。主体部の埋葬施設は、公園部、前方部に一基ずつの計二基が存在したと推定される。 1947年の発掘当時に、棺、各等は認められなかったことから、いずれも、木管寺仮層とみられる。公園部、前方部それぞれの主体部周辺からは、石枕をはじめとする多くの副葬品が発見されており、その多くは現在では、国学院大学博物館に所蔵されている。この姉崎双子塚古墳は、出土品等から、 古墳時代中期の5世紀前半引く中頃の築造と推定される。周辺では群衆墳が認められ、双子塚古墳はそれらの名手的位置づけとされる。また、双子塚古墳含む姉崎古墳群は、仙台旧寺本義国像本義に見える上海上国の宮津湖の主張母群と想定されており、本古墳もその一つとされる。 なお、姉崎古墳群では、この双子塚古墳の他に、古墳時代中期の前方後円墳は知られていない。古墳域は、1968年に千葉県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳球の裾回りは後世に作兵を受けており、墳球もその部分は急斜面上となっている。千葉県市編山の際には、 1963年1974年の航空写真でソイルマークが見えることをもって推定復元長は114メートルとされた。しかしその後の就航に関する調査などからそのソイルマークは撮影当時の地下水位が反映されたものであって推定復元長は110メートル程度と見直されている。石枕国学院大学博物館展示。 1947年の調査で発掘されたという副装品は記録によれば次の通り。これらの出土品は国学院大学で所蔵されている。千葉県市編さんの際の異物調査では、同大学において、同郷3、銀製耳飾り2、琥珀玉5、紅玉製マガ玉3、近藤層昇格付け兜と編12、鉄属55、石枕1、活石製。 立花6、鉄製釜一1が所蔵されることが確認されたが、蒸気記録とは若干の異動がある。ありがとうございます。